チャオ、あっちゃんです。今日、7月19日、三社懇談の帰りにセブンに寄ってきた時に、濃厚チョコレートクッキーを買ってきました。はい、お、量がこれ欲しいって買ってたけど、量が食べたいって言うから食べる前に動画撮って言っております。はい、では開けたいと思います。はい、まだです。ちょっと待って。うん、濃厚のチョコの香り、こんな感じです。はい、では、買った方に量から。なるほど、サルは、はい、どうぞ。うまいな。5枚入りで100円ぐらい上だかな、分かんない、値段が分からないってことで食べたいと思います。うん、美味しい。濃厚濃厚。うん。うん、うん。チョコの苦みがすごい美味しい。うん。美味しいな。苦い。うまい。うまい言うてるよ。ヒカルは？もう一枚欲しいの。もう一枚あげて。まだ買ったり。まずい買ってきて。いや、自分でやりたいやん。要はね、なんか自分でクッキー焼くの。小学校の時だったかな。だからクッキーで焼きたいとか言って、粉、小麦粉とかバターとかなんか出してとか出してあげたら、作り方忘れた。自分で忘れた。自分でクッキー作って、クッキー作って美味しいとか言って、なんかばあちゃんに食べさすとか、あのばあちゃんにあげたり、でアールグレーティーの葉っぱ入れて、アールグレークッキー作って、あれ美味しかったの。あるぐらい美味しかったな。うん、また作ってよ。だから忘れた。でどこで食えた？学校？え？何調べた？あれクックパッドや。クックパッドラジオ。はい。ということで、今度いつか寮のクッキー動画を撮りたいと思います。はい。期待しないでお待ちください。ということで今日はセブンの濃厚チョコレートクッキーでした。あ、値段とやん、レシートだったな。レシートはね、お財布なら入れといたらあかんからね。あのこういうの薬が貯まるから捨てた方がいいよって言ってた。出した方がお財布の中にレシート入れない方がいいらしい。まあそんなのどうでもいいや。セブンプレミアム濃厚チョコレートクッキー181円でした。結構高いんや。はい、でもまあこの味で181円やったら安いと思います。はいはい、っていうことです。では、うん、美味しかったな、紅茶飲みたいな、っていうことです。ではまたね、バイバイ。